ハビエル・カーターはアメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。オハイオ州クリーブランド出身。ポジションはセンター、フォワード。B3 リーグ、長崎ベルカに所属している。サウスアラバマ大学卒業後、2013年の NBA ドラフトで指名を受けなかったカーターは、スペインの2部リーグに相当するレブオロのチーム、カセレスシウダ、デルバロンセストと契約し、プロバスケットボール選手となる。2015年には NBA デベロップメントリーグのドラフトにて4巡目で、ベイカーズフィールドジャムの指名を受け、41試合に出場、1試合平均 3.7 得点の成績を残した。2017年にはバスケットボールパナマ代表に選出され、2019年、FIBA バスケットボールワールドカップのアメリカ地区予選に出場、チームは第2ラウンドで敗退し本戦進出はならなかったが、カーターは第1ラウンドと第2ラウンド合わせて11試合に出場し、平均 11.9 得点を挙げた。また同年のバスケットボールアメリカ選手権にも出場した。2019年7月、秋田ノーザンハピネッツに入団。ABCD、新入団、ハビエル・カーター選手契約合意のお知らせ、秋田ノーザンハピネッツ。https://northern-happinets.com/news/detail/id=14461 2019 年7月29日。閲覧。ハビエル・カーター。サウスアラバマ大学。2019年7月31日閲覧。ハビエル・カーター。ハザンスポーツマネジメント。2019年7月31日閲覧。ハビエル・カーター。ウバットル。2019年7月31日閲覧。ハビエル・カーター。FIBA。2019年7月31日閲覧。ありがとうございます。